男は床で寝ろ。はい、どうもヒデです。今の言葉でね、テンションが上がった方はね、僕とね、友達になれます。それはね、置いといてね、まあ今回はね、こちらの懐かしいロッドをね、ご紹介していこうと思います。こちらのロッドは、ケンクラフトさんのレグソードブラックリミテッドというロッドとなります。今後もね、釣りのあれこれをお話ししていこうと思いますので、このようにね、懐かしいお話をさせてもらったり、それ以外の様々なことも、まあ、お話しさせていただこうと思いますので、ご興味ある方はチャンネル登録しておいてもらえたらなと思います。でね、まあ、レグソードブラックリミテッドなんですけども、まあ、ブラックリミテッドっていうね、言葉を聞いただけでね、もしかしたらね、まあ、釣り好きの方っていうのはね、車好きの方も多いと思うんで、86トレノの GT Apex ブラックリミテッドとかね、思い浮かぶ方もいるかもしれません。車好きだったら、まあ、86のね、トレノが出てくるかもしれませんよね。まあ、現行のね、86でもね、86台限定、86にちなんで86台限定で、ブラックリミテッドというものがまあ、販売されてるわけですけれども、まあ、雑学で言ったら、まあ、Apex っていうのをね、何かっていうのをね、簡単に説明すると、コーナーを曲がるとき、コーナーの中央部分で、コーナーの陰側に近づくポイントのことがね、APEX って言うんですけれども、車好きなんで、まあそういうね、ちょっと雑学をお話ししたくなっちゃった感じなんですけれども、まあそれは置いといて、まあこのロードに戻りますけれども、このようなね、リールシートがね、当時僕の、まあ中学生ぐらいの時なんですけどね、小学校、中学校にかけてかな、まあ好きだったんですけれども、かっこよく見えたんですよ。これがとても。なんかね、当時はね、大理石調でかっこいいなと思ったんですけど、今見ると全然大理石調じゃないですね。まあこれね、まあ結局86の話をさせてもらいましたけど、まあ釣り好きな人って車好きな人が多いじゃないですか。だから至るところで車にちなんだ名前をつけるっていうことが。だからもしかしたらこちらのね、ブラックリミテッドも86から取ったのかなっていう気はしております。で、何が言いたいかというと、車好きの視点からなんかちょっとね、このできたようなロッドのような気がするっていうことですよね。もうね、これラップ塗装なんですよ。なんかラップシャトにキャンディーしてる感じですよね。上からね、ダーククリアブルー吹いたような感じの仕上がりです。それがね、とてもかっこよく見えます。まあね、ブルー系をね、吹いてることによって黒からかけ離れるようですけれども、やっぱりね、黒みをね、引き立てるのは青だったりするわけで、このね、青が入ることでね、怪しさっていうものが出ててかっこいいですね。ちょっと紫っぽくも見えますけれども、まあダークブルーって感じですね。かっこいいですね。もうカスタムペイントしてる感じがしてかっこいいです。今から見たらカスタムペイントしてるって感じでね、こういうところにもね、へこみをつけてね、ケンクラフトという文字をね、入れてありますけれども、まあ、これもね、カスタムペイントにありがちなね、手法ですよね。まあ、そういったところも踏まえてね、結構そういうね、車からもインスピレーションを受けてるのかもしれないねっていうことを感じますね。まあ、そこがかっこいい。あと、これはね、時代が時代なんで、まあ、セパレートグリップっていうのはね、当時全然少なかったわけですけれども、まあ、ほぼなかったわけですけども、これセパレートグリップなんですよね。時代をね、すごい先取ってたのがケンクラフトさんだなと。当時をね、覚えてない方だったら、これどうやって使うかわからない人もいると思うんですよ。そもそもこれがセパレートグリップかっていう風にね、思っちゃう人もいると思うんですよ。コスメで、まあ、リング入ってるだけかなっていう感じに見えるかもしれないですけども、これ本当にセパレートグリップで、この向きで行くと奥にね、回すとね、緩むんで、すぐ緩むんで奥に回すと、そしたら伸ばしてやると、今度は逆に手前に回すと固定できるって感じで、伸縮自在のね、セパレートグリップだったわけですよ。今もね、こういう伸縮自在のセパレートグリップなんていうものはね、なかなかないかもしれないですし、今となったセパレートグリップは当たり前ですけど、当時はね、とても珍しかったものとなりますよね。まあ、ケンクラフトさんがね、だいぶね、時代を先取ってたのがね、こういうところでもね、わかります。で、まあ、このリールシートかっこいいよっていうね、お話をしましたけれども、まあ、当時ね、僕のかっこいいの基準がね、リールシートの塗装がかっこいいっていうことがね、基準になって、このロトかっこいいって感じだったんですけれども、まあ、このようにね、デストロイヤーのね、オリジナルの昔の分ですけれども、まあ、こういうウッド調のね、プリントしてある塗装がね、かっこよくてね、どちらもですけどね、いかつくてかっこいい。かっこいいなっていう特別なロッドたちになってたわけですけれども、でこちらね、これオリジナル塗装じゃないんですよね。これ僕がね、書き直してるんですよ。当時のデストロイヤーのトップコートっていうのは使っていく上でクリア塗装がね、柔らかくなってネチャネチャし始めて、その後にその下の塗装がね、剥がれていってなくなるっていう状態で、こちらも塗装がなくなっている状態だったんですけども、僕が自分で、もう一回ウッドをね、書き込みました。ペイントしました。
それほどまでにね、好きなロッドですね。頻繁によく使ってたのは塗装がなくなってしまってるんで、自分でね、書き直してまででも、かっこいい状態で使おうとしております。僕がね、レグソードで選んだものっていうのは、ワーミンライト、スピニングのワーミンライトと、ベイトではスーパーシャープを選んでおりますね。スーパーシャープっていうのは、まあ、いろいろなものが使えるような万能的なロッドで、まあ、こちらのワーミンライトっていうのは、まあ、今で言うとフィネス、まあ、ライトリューをね、に特化したロッドというものをね、この2本を僕はね、よく使っておりました。ただね、ちょっと気になるのが、まあ、P ラインをね、ケンクラフトさんはね、もうとんでもない前からね、プロスタッフの方が、まあ、使ってたわけですけれども、そのね、当時っていうのはね、まあ、これ、まあ、周りはね、ゴールドの塗装されてるだけかもしれないですけど、中はね、これゴールドサメットっぽいんですよね。まあ、僕よくそこまではわかりませんけれども、ゴールドサメットっていうのはね、まあ、絶滅危惧種みたいなね、ガイドのリングになりますけれども、まあ、柔らかいからね、P ラインがちょっと無理だろ、みたいな感じだったわけで、その中で、まあ、P ラインを使っていた、まあ、ケンクラフトのプロスタッフさんたちは、これでも大丈夫だったのかなってね、ことを思いますね。他の SIC のガイドのものでね、P ラインで釣りしてたのかもしれませんね。まあ、やってたのは覚えてるけど、どのロッドでやってたかっていうのまだ覚えてないので、誰かね、知ってる方がいましたら、コメント欄でね、教えていただけたらなと思います。僕もね、まあ、ゴールドサーメット、で、まあ、PE をするっていうのはダメだよっていうことでね、検証してないんでわからないんですけど、もしかしたらゴールドサーメットのリングでも、PE ライン使っても意外と大丈夫だったりするのかな？やったことないんで、ただの、知ってるだけなんで、使わない方がいいっていうのを知ってるだけなんで、正しいことが僕は見えてないのかもしれないんで、まあ、誰か知ってる人がいたらね、コメントいただけると嬉しいです。まあでも、デストロイヤーのトップガイドもゴールドサーメットのものが、まあ多々ありましたけど、結構無理をさせたら、トップガイドの中のリングがね、傷入ったりしてたんで、で、ガリガリと引っかかったりとかしたり、まあそれのせいでラインが切れたりとかいうのもね、あって、使い方だいぶ気にしてたんですよね、途中から。それを考えるとやっぱり無理な気がするんだけどな、どうなんだろうな。ただケンクラフトさんのプロスタッフさんたちは当時今当たり前のような釣り方をしていたと。当時流行ってたゴールドサーメットのリングだけども PE を使っていたのがちょっと気になるという、まあ中学生の時なんでそこまでチェックできてないかもしれないですけど、ね、ゴールドサーメット以外のリングの、ね、ガイドのものを使ってたのかもしれませんし、本当誰か教えてください。そろそろね、動画ね、終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てな、バイバイ。